毎度お世話になっております。ガンパレードマーチ実況プレイ続きをやっていきますが、その前に2分、いや3分ほど話をする時間をいただいてもよかですか。ありがとうございます。大変嬉しゅうございます。じゃあ話しますね。パート27のサムネについてなんですが、パート27のサムネ、原さんのテレ顔を起用してたんですけど、 YouTube の審査で跳ねられまして、サムネを別のものに差し替えられてしまったんですよ。 YouTube から届いたメールによると、ヌードや性的なコンテンツに関するポリシーに違反していると判断いたしましたとのことです。ひどくないですか。まいちゃんやののみちゃんや森さんのテレ顔は良くて、なんで原さんだけヌードとか性的なコンテンツとか言われなきゃならないんですか。当然そんなの納得できるわけないですからね。私原さんのこと死ぬほど好きですから。ふざけんじゃないよと。原さんはちょっとガツガツしてて、惚れた相手に人情沙汰を起こしがちなだけで、いい娘なんだぞと心の中で叫びましたよ。気分的には喉から血が出る勢いでしたね。それだけです。では気を取り直して続きをやっていきましょう。言いたいことを言えたんでね、満足ですよ。まあ運営が原さんを性的コンテンツと判断したのなら、その決定に従いますよ。お上に逆らっても仕方がないですからね。受け入れます。大人ですから。お？何この不穏な BGM。 原さん？原さんかい？あ、はい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 、そうだそうだ、21日に会議やろうぜって全業さんに提案してたんでしたね。忘れとったわい。ミーティングの説明を読みますか。お願いしますだ。ミーティングの説明。ミーティングでは5121招待、つまりこの文稿の方針を決めることができます。ミーティングの出席者は司令かっこ委員長、整備主任かっこ副委員長、1番機から3番機までのパイロット、1番機から3番機までの整備士の中で一番地位が高いもの、そして提案者です。全業さんと原さんと滝川とみぶちゃんと俺と舞ちゃん、それから整備士の人たちか、あと提案者ね。ここでは現状報告とそれに対する指示及び提案者の出した議題について審議が行われます。議題ってこの後決めんのかな。事前に決めてるわけじゃないよね。重要、ミーティングでは登場人物の仕事を変えることができます。あ、そんなこともできるんだ。例えば整備士やパイロットになることができます。あー、じゃあ王様ゲームみたいな感じか。ちょっと例えが違うな。あー、なるほど。提案者が例えば舞ちゃん整備士やってよとかさ、例えば看護兵やってとかって言ったら配置転換ができますよっていう話ね。俺自身を隊長に任命するとかもできるってことはすごいな。やってみるか、それ。ちょ、隊長憧れんな。全業さんのポジ奪いてえな。それでは今回の議題ですが、委員長は早見を見てうなずいた。議題を選択してください。俺を隊長にしてください。あ、違う。そんな俗物的なことを提案しようと思ってたわけじゃないんですよ。舞ちゃんと話したじゃん。なんだっけ、炊き出しの件だ。どれだろう、整備装備、こう押したら戻れないとかないよね。
1番機改装、2番機改装、3番機改装、物資調達、配置替え、これでいろいろ変えられるのが、うわ、3番機改装すげえやりてなんかウイングダイバーみたいな羽とかつけてダメですかね、これ物資調達がそれなのかな。ちょっと他のも見たい。舞台の運営、模擬格闘戦、模擬演武の練習、訓練の強化習慣、遅刻撲滅習慣、士気の向上習慣、これじゃないな。その他、〇〇への罰、キャンプ、クラス交流会、校舎の修理。え、これ楽しそう。キャンプとか楽しそうだな。みんなでカレーとか作るやつでしょ。やりてえ、このご時世だけど。〇〇への罰っていうのはどういうことかな。あれかな、例えば舞ちゃんに対してくせえだの、可愛くねえだの、なんだのかんだの言ってた滝沢に対する処刑みたいな町内引き回しの上、肛門へ貼り付けにする的な懲罰を加えることをできるってことか。滝沢に対して、滝川か、滝川に対して、そういうこともできんだね。いや、今回はね、ちょっと舞ちゃんとの約束があるから多分これだよね、物資調達じゃないかなと思うんだけど。食料、補修部品、弾薬、あ、これだね。そうだそうだ、炊き出しやろうって話だったもんね。やりますよ、ちゃんとていうか舞ちゃんいるしな。これでなんか滝川への懲罰とかってやってたら、舞ちゃんそれはそれで百歩いって言うかもしんないけど。食料の調達ですね。あ性的な人だ、ポルノ扱いされてる人じゃないですか。誰か意見は、黙って見ている、挙手して意見を述べる。ここは提案しましょう、必要性を訴えないとね。お、みんな手を挙げてる。みぶや、滝川、舞、陽子、原、早見の手が上がった。二人手挙げてないか。誰だっけ、遠坂さんと茜くんだっけ。じゃあ早見くん、どう思う。あ、俺ですね。賛成する、反対する。いやー、もう自分からね提案してることですから。飯を食わねば高用事っていうでしょ。天井を見ながら、あ、何これ、あ、誰にプレッシャーをかけますかか。あー、なるほどね。お前分かってんだろうな的な感じのことをやっていくってわけか。どうしよう、誰に言うべきこれ。じゃあ茜くんかな。茜くんのことをチラチラ見ながら、いいんじゃないですか、試す分にはなんで人事なんだよ、俺から提案したのに。茜を見ながらそう言った。ああ、発言力減るんだね。他には、滝川、舞、遠坂の手が上がった。じゃあ遠坂くん、どう思う。条件付き賛成です、天井を見ながらそう言った。条件付き、この人目がちょっと怖いな。他には、滝川、舞の手が上がった。じゃあ島村さん、どう思う。舞ちゃんはね、言い出しっぺだから反対しないでしょ。うむ、妥当な案だ、賛成しようこっち見てる他には、滝川、陽子、原の手が上がった。じゃあ原さん、どう思う。私、そうなの、原さん反対なんだ。他には、原さんにプレッシャーかけるべきだったか、これは。みぶや、滝川、陽子の手が上がった。じゃあみぶやさん、どう思う。みぶちゃん、や、ちょっと喧嘩してっからな。理屈じゃなくて心情的に理解できます言葉でなく心で理解できた的な。ペッシーか、お前は。そろそろ意見は出尽くしたか。では投票に移ろう。原さん反対派か。
この中では賛成意見の方が多そうですけどね。最良だと判断します。イブちゃんが賛成してくれたことはちょっと嬉しいよ。まあ校舎裏でガチンコし合った中ですからね。俺はこれでいいよ。うん、いいや。滝川、そうか。私は賛成しますよ。遠坂さんのこの横顔かっこいいの。イケメンよの。おお、金くん。金くん、プレッシャーかけた甲斐があった。意義はない。原さん、賛成してくれ。一人だけ反対してもしょうがないぞ。私、構いません。OK です。ありがとう、陽子さん。原適切ではないわ。この野郎。このポルノ野郎。賛成します。僕は賛成だよ。委員長、ご決断。結局多数決ってこと?だよね。指揮権限により本件の実施を決定する。おー、よかったよかった。できれば満場一致で行きたかったけどね。原さんどうして反対なのかっていうのを聞いてさ、丸め込んだりとかした方がいいんじゃないかな。一人だけ反対っていうのも良くないと思うよ。反対票を投じた者たちが委員長に対して反感え、これ委員長かわいそすぎやしませんか。提案者じゃないんだ。なんで全行さんの友情評価が下がるんだ。賛成票を投じた者たちが委員長に対して共感を持ちました。委員長も大変だな。偉大に賛成票を投じた者の士気がプラス4、反対票を投じた者の士気がマイナス4。そこまでがっつり下がったり上がったりするわけじゃないのか。本日のミーティングを終了する。解散。いや、よかったよかった。家からサンドイッチを持ってきた。さてさてさて、お、陳情していたプールチケットが香港、あ、やったやった。そうかそうか、チケット持ってなかったのか。そもそも持ってない状態で誘ってもさ、意味ないもんね。よし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 、これで舞ちゃんを次の日曜日デュエットに誘う。瀬戸口が陳情していた機関銃弾隊が香港から届きました。ハンガーに入れます。原が陳情していたジャイアントバズーカが香港から届きました。ハンガーに入れます。なんかみんな戦争のこと考えてんのに、俺だけおちゃらけてて申し訳ない気持ちでいっぱいになるな。まあいいか。よし、じゃあ、ちょっと待って、今後の方針についてちょっと考えようかな。取得する技能についてなんですけど、話術ってね、職員室で覚えられるみたい。で、これは、提案の成功率が、一つにつき、ちょっと調べてきたんですけど、10% 上がるみたいですね。で、三つで 30% ってことなんだけど、ただね、これの代用として、恋のおまじないって使ってるじゃないですか。あれ使うと、1日限定で、話術、レベル3の状態に持ってけるらしいんですよね。なのでまあいらないっちゃいらないんですよね。こういうのおまじない、そこまで気力使わないんで。なのでまあわざわざ時間使って話術を覚えるほどじゃないかなと思います。で、事務については、これは事務官の仕事なんでいらないでしょ。で、効果訓練ってこれはね、どこで覚えるかわかんないから、ちょっとこれはほっときます。参謀、これは陳情を行う時の消費発言力が減るんだけど、日常生活においての発言力が消費発言力が高くなっちゃうよっていうやつなんで、発言力が少ない時は今いらないんじゃないかなって。うん、もうちょっと貯めてからでいいかな。で、この天才は覚えられないんで、これ無視ですね。で、統率は隊長とか班長の技能なんで、まあ隊長やりたいときは必要ですよね。で、整備は整備班の技能なんで、まあ、整備班やらないんだったらやらなくて。で、開発が、特殊な、なんだ、レベルが高くなるごとに新型兵器を陳情できるようになります。これね、覚えておいた方がいいと思うんですよね。なんかね、新型の試金号とか陳情できるのもそうなんですけど、戦闘で試金号壊れたときに、
もう直すよりも新しいの買った方が早いっていう状況も生まれるんですよね。なので、まあ、試行後変えるっていうか陳情できるようにしておいた方がいいと思うんで、開発はレベル3にしましょう。で、軍楽、これはガンパレードマーチを歌うことができるんだけど、これはね、戦闘中に勝手に歌い始めるんですよね。で、これ歌っちゃうと敵味方ともに全滅するまで撤退できなくなるっていうのがあるんで、不利な状況で歌われるとすごい困るっていうのなんで、これはね、なくてもいいかな。ちょっと見ると面白いんですけどね。みんなで歌いながら戦ってるんで、これはうん、そのうち安定してきたらでいいかな。白兵はもうその読んで字のごとくですね。剣やパンチ、キック、攻撃の時に発揮するよってやつなんですけど、まあ近接攻撃しないんだったらまあいらないかな。今回はね、するつもりないんで、あーでもあってもいいかな。そのうち覚えるかも。で、一番必要なのはこれですね。密会。これはね、絶対覚えとかないといけない。一つにつき 33% の発生確率低下を、の効果があるんで、3つで 99% になるんですよね。100% にはできないっていうところが、ちょっと面白いところなんだけど、1% の確率で原さんに刺されますよっていう状況にビクビクしながらやっていくっていう感じになるんだけど、まあ、あった方がいいですよね。これは飛行支援要請するっていう指令と、招待指令のやつなんで、やらないんだったら覚えなくていい。戦車は、パイロットの仕事性のアップ。これ覚えてると、戦車の整備の時に性能アップできますよってやつ。で、優先的に覚えるものとしては、開発かな今は。開発。で、密会は岩田さんに教えてもらうわ。で、あと情報。これね、電子妖精を作るのに情報レベル3まで必要だったはずなんで、ちょっとこれもやんないといけないんですよね。発言力を増やすために。はい。こんな感じですね。家事ってなんだっけ？お弁当制作と味のレア、はい。これは別にいいかな。まあ、こんなところですね。医療は衛生官の仕事性能だから、別にいいか。あとは、運動力、知力、魅力が A 以下にならないようにちょこちょこやっていく感じですかね。うん、そんな感じで。あとお金なくなってきたんで、舞ちゃんか、遠坂さんから、延べ棒を仕入れないといけませんね。あ、ビビった。急に BGM 止まると、巣は争奪戦かってなるから怖いんですよね。みぶちゃんいるしな。机の中に綺麗に折りたたんだ手紙が入れてあった。あ、ラブレターか。あ、違う。屋上にて待つ。舞ちゃんからだ。行きますか？いや、そりゃ行くでしょう。ここで行かなかったら、イベント始まらないし。行きますね。教室で話せばいいのに、まあいっか、行こう。屋上って、プレハブ校舎の屋上ってことでしょ？ここの BGM がさ、ファイナルファンタジー7のフィールドマップの曲っぽいってちょっと思ったんだけど。どうしたの？こんなところに呼び出して。屋上でやることって言ったら一つしかないでしょ。久しぶりにキレたか告白かのどっちか。その時の前は明らかに変だった。熱があるかのように頬が赤く、しきりに胸元は緩めている。これは後者ですね。一度大きく深呼吸して空を見上げた後、前はこちらを見た。かわいい。まあなんだ、お前がどうしてもと言うのならば私と一緒にいてもいい。お前がどうしてもと言うのならだが。何？どういうこと？ちょっとよくわかんないからはっきり言ってくれよ。
言霊に紡いでくれよ、舞ちゃんの口からよ。え、どう答えますかってここで聞かれんの。今の告白なのかな、よくわかんないんだけど。オッケー、ごめんなさい。これ告白ってことでいいんだよね。うん、もちろんさ。いく久しく、よろしくお願いします。お邪魔します。そう言ってくれると嬉しいな。うん、はい、イエス。どうしよう、坂上先生がお邪魔しますって入ってきたら校庭に埋めるしかないな。頭だけ埋めて、体だけ出して。いやー、まずっぱいね。もうガンパレードマーチってさ、ギャルゲーだと思ってっからね。いやー、だからやってんだけど。いやー、ずっとこんな甘い時間が続けばいいな。結局それ以外には何も言えなかった。おー、来ました、恋人関係。たったらー、早見の表情が生き生きしてきた。芝村の表情が豊富になった。早見ははにかんだ。芝村はちょっぴり頬をあからめた。これ情緒的でいいよね、この表現。うわおい、お前ら、おい、お前ら、早速ですか。学友たちが勉学に勤しんでる学び屋の屋根の上で。お盛んですね。